こんにちは、さくらママです。今回は我が家が実践している食費を1ヶ月5万円以内に抑えるコツについてお話しします。我が家は共働きで3歳の双子を育てる4人家族、そして家族みんな食べることが大好き。忙しい毎日の中で家族みんなが満足できる食事を作りながらも、限られた5万円の予算内で栄養バランスをしっかり整えるためには工夫が欠かせません。今回はそんな我が家の買い物の工夫、予算の立て方、食材選び、そして1週間の献立まで実際にやっている具体的な方法をご紹介します。まず買い物で私が意識していることを5つお話しします。1つ目が買い物の回数を減らすこと。買い物の回数が多いほど無駄な出費やついで買いが増えてしまいます。そこで我が家では冷蔵庫と野菜室が空になってから買い物に行くようにしており、週に1回を目安にまとめ買いしています。冷凍庫については毎週空にするのは難しいので、月に1回、主に月末に冷凍庫リセット期間を設けて全て使い切るようにしています。こうすることで食品ロスを防ぎつつ、無駄な買い足しを減らすことができています。2つ目は買い物リストを固定化すること。肉や魚、野菜、豆製品、乳製品など毎週必ず必要なものはリスト化しており、肉は3キロ、牛乳は2パックなど我が家が1週間で消費する量を基準にして買う量も固定しています。その週に特に食べたいものがあれば追加しますが、基本はこのリストに従って買い物をしています。こうすることで何をどれだけ買うかが明確になり、無駄なものを買うことがなくなりました。またリストに基づいて効率よくスーパーを回れるため、買い物時間も大幅に短縮できています。3つ目はスーパーのはしごはしないこと。複数のスーパーを回ると安く済むように感じますが、ついつい余計なものを買ってしまいがち。以前は安いものを求めて 2,3 軒のスーパーを回っていたこともありましたが、結局ついで買いが増え、逆に出費がかさんでしまうことが多かったです。共働きで時間も限られているので、今は効率よく一つのスーパーでまとめて買うようにしています。4つ目がストックは一つだけにすること。調味料や乾物は使い切るタイミングでスマホのメモ帳にメモして、一つだけストックを買い足すようにしています。まとめ買いしてしまうと収納場所がいっぱいになり、賞味期限切れになることも増えてしまうので、必要の分だけ買うことを心がけています。次は食費の節約に欠かせない予算管理についてです。ここでも2つの工夫を取り入れています。1つ目が1ヶ月の予算を週ごとに分けること。我が家の食費は1ヶ月5万円、1ヶ月を5週間として1週間1万円の予算でやりくりしています。このように週ごとに予算を分けることで、買い物の際にいくら使えるかが明確になり、食材の購入計画が立てやすくなります。またそのうちの1週間分の予算は米や調味料の補充に充てるようにしています。こうして食材と米、調味料に充てる予算を分けることで、予算を管理しやすく使いすぎを防ぐことができています。2つ目が買い物アプリを活用すること。私は買い物アプリザイムを使って食費の管理をしています。家計簿アプリは今までいろいろと使ってきたのですが、手入力が面倒で途中でやめてしまうことが多かったです。ただザイムではクレジットカードと連携ができるので、買い物のたびに自動で支出が食材費に記録され、手間がかからず継続できるようになりました。今どれぐらい使ったのか、残りの予算がいくらあるのかが一目で確認できるので、使いすぎないように調整もしやすくなりました。食費だけでなく他の生活費も含めてしっかり管理できているのはこのアプリのおかげです。買い物編でお話ししたように、我が家では毎週固定の買い物リストがあります。それに基づいて1週間1万円の予算を振り分けると、こんな感じで合計約8000円になります。これで1週間の食費の8割がほぼ固定になります。これで予算内のやりくりがかなり楽になりますし、予算から大きく外れることはなくなりました。残りの2000円は魚料理を増やしたり、その週に食べたいものや週末のおうちパーティーの食材を買ったり、お出かけの際にアイスやおやつを買うこともあります。このように少し余裕を持った予算を確保することで、無理なく楽しく予算内に抑えることができています。次に買い物リストと予算に基づいて購入してきた実際の我が家の1週間分の食材を紹介します。我が家のメインは鶏肉と豚肉。
今週は手羽中と豚ひき肉を中心に買ってきました。鉄分の多い牛肉も献立に取り入れたいので、 100g あたり100円以内で買える合いびき肉も買ってきました。魚は今が旬のサンマを購入。魚は旬の魚を中心に3匹500円以内で買える魚を選んでいます。サバ缶やツナ缶は常にストックしてあるので適宜使っていきます。野菜は旬のものや特売品を中心に購入します。今回は旬のかぼちゃやまいたけ、特売品のキャベツ、ブロッコリー、ごぼう、ニラ、レタス、ミニトマト、リンゴ、バナナを選びました。使う頻度が多いネギや玉ねぎは常に切らさないようにしており、今回も購入してきました。卵は栄養価が高いため、1週間で3パック購入しています。豆腐や納豆、油揚げも安くて栄養豊富なので毎回購入。カルシウムと鉄分を補うために、牛乳と鉄分添加のヨーグルトも毎週購入しています。今週の食材費は合計で7803円でした。買い物後には食品ロスを減らし、少しでも楽に食事作りを進めるために冷凍保存を行います。悪くなりやすい葉物野菜は買ってすぐに使いやすくカットし冷凍保存。賞味期限の短い油揚げもカットして冷凍しておくと味噌汁にさっと使えてとても便利です。豚ひき肉は 200g ずつ小分けにして冷凍し、合いびき肉はハンバーグにしてから冷凍保存しました。ここからは食材編で購入した食材を使って我が家の1週間の献立をご紹介します。我が家では平日は朝晩2食、土日は3食作っていて、朝は早起きしてしっかりと食べ、夜は仕事の後で時間がないため作り置きや残り物で簡単に済ませるスタイルになります。では1日目の朝から見ていきましょう。1日目の朝はレンジで作ったキャベツとかぼちゃの副菜、カットした具材で簡単に作った味噌汁、そしてサンマをグリルで焼いてサンマ定食にしました。1日目の夜は作り置きのハンバーグを使ったロコモコ丼、朝の残りの副菜と味噌汁、ヨーグルトとフルーツも一緒に食べました。2日目の朝は少なめのひき肉でも作れるチャプチェ、春雨と野菜をたっぷり使ってかさ増しすることで節約になります。多めに作っておいて夜はチヂミと合わせて韓国風定食にしました。3日目の朝はレンジで作れるスパイスカレー、耐熱ボウルにひき肉とみじん切りした玉ねぎ、調味料とスパイスを入れてレンジでチンするだけで簡単に作れます。このカレーで使っているスパイスは1歳半から食べられるので、大人用と子供用のカレーを分けて作る必要がなくて楽。市販の子供用カレーが苦手な娘もこのカレーは好きみたいで、もりもり食べてくれます。多めに作っておいて夜も同じスパイスカレーをいただきました。4日目は家族全員大好きな手羽中の甘辛焼き。手羽中に片栗粉をまぶして揚げ焼きにしたら、合わせ調味料を加えて絡め、いりごまをかけたら完成。明日からは休日ということで、たくさん作っておいて5日目のお弁当にも回しました。6日目は家族からのリクエストでおうちたこ焼きパーティーをしました。たこ焼きは我が家の定番なので、リクエストがあったらすぐにできるようたこは冷凍庫に常備してあります。最終日となる7日目は残った食材を使い切るためにチャーハンを作りました。これで1週間無駄なく食材を使い切ることができました。我が家では限られた予算内でやりくりするため外食は控えるようにしています。外食なしでもストレスをためないために週末はおうちパーティーを開催することが多いです。たこ焼き以外にもピザや手巻き寿司、バーベキューが定番で、これらの食材は冷凍保存しておき、いつでも気軽に開催できるようにしています。またふるさと納税ではうなぎやエビ、刺身などの贅沢品を中心に購入して家で外食気分を楽しんだりもしています。今回は我が家の食費についてお話ししてみましたが、いかがでしたでしょうか。我が家の工夫が何か一つでもお役に立てば幸いです。動画の感想やわからないこと、もっと聞きたいことなどがあれば、ぜひコメントいただければ嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。